マルティン・ブーバーマルティン・ブーバーは、オーストリア出身のユダヤ系宗教哲学者、社会学者。息子、ラファエル・ブーバーの妻は、作家マルガレーテ・ブーバーのイマン。ウィーンの正統派ユダヤ教徒の家庭に生まれる。イディッシュ語とドイツ語が交わされる中で生活しながら、1892年に、父方の実家があるレンベルクに転居。イマニュエル・カント、セーレン・キルケ・ゴール。 フリードリヒ・ニーチェなどに親しむ内哲学に興味を示し、1896年にサイドウィーンへ戻って哲学、美術史、歴史などの勉強に勤しんだ。その後、当時盛んになったシオニズム運動に加わり機関士の編集者にもなるものの、ハシリズムに関心を持ったことを契機に、政治的に特化されたシオニズムに疑問を持って離脱。再び学級と著述に専念し、 1923年に首長となる、我と南人を上司した。翌1924年には、フランクフルト大学教授となり、聖書のヘブライ語からのドイツ語訳に携わった。1930年には、フランクフルト大学名誉教授となるも、ナチスが政権を獲得すると、一切の抗議を禁止され、1935年に追放処分を受ける。このため、 ドイツを出国したブーバーは、1938年にエルサレムに移住し、ヘブライ大学で人類学と社会学を講じた。1953年にドイツ出版協会平和賞、1958年にイスラエル賞、1963年にエラスムス賞を受賞。1965年にエルサレムで没、ヘブライ大学で講義中のブーバー・ブーバーの思想は、 対話の哲学と位置づけられる。対話の哲学とは、がと、何時が語り合うことによって世界が開けていくという、端的に言えば、ユダヤ教の教義を哲学的に宣伝したものとされる。ブーバーによれば、科学的、実証的な経験や知識は、それという、よそよそしい存在にしか過ぎず、がはいくら、それに関わったとしても、人間疎外的な関係から抜け出すことはできないという。 その、我からそれ関係に代わって真に、大切なのは、我から何時関係であり、世界の奥にある精神的存在と交わることだという。そして、精神的存在と交わるためには相手を対象として、一方的に捉えるのではなく、相手と自分を関係性として捉えること、すなわち対話によってその、永遠の息吹を感じ取ることが不可欠だとする。この思想はユダヤ神秘主義やドイツ神秘主義と、 似通っており、双方の伝統を受け継ぐブーバーはこれらから独自の思想を発展させたと考えられる。もっとも、ブーバーは人間は現世に生活する存在である以上、神秘主義の得、新人合一を絶対的境地とは認めなかった。なぜなら、そのような境地を絶対とするならば、高骨社会から離れた日常では、いかなる悪を犯しても構わなくなるからである。むしろ、 通常の人間には日常生活の方が大事であり、そこにおいて絶対的存在とのつながりを保つ手法の考察が対話に発展していったと考えられる。ありがとうございます。